平成28年7月7日、阿蘇市一宮町のかんぽの宿阿蘇で、横堀岩戸神楽の夜神楽公演が行われ、宿泊客や地元の人たちが勇壮な舞を楽しんでいました。この夜神楽公演は、かんぽの宿阿蘇が15年ほど前から毎年企画しているもので、今年度は、4月から来年3月まで定期的に公演する予定でしたが、熊本地震の影響で予定していた6月の公演が中止となり、6月18日からの営業再開を待って、この日が地震後初めての公演となりました。神楽を舞ったのは、伝統芸能として神楽を伝承している阿蘇市浪野の横堀岩戸神楽保存会のメンバーで、演目は暴れる神々を鎮めるマハライとヤマタノオロチを退治するヤグモ払いで、どちらも熊本地震からの復旧復興の願いを込め力強く上演されました。この日は七夕で、会場には様々な願いが込められた七夕飾りが飾られ、中には地震からの復興を願う短冊もありました。残念ながら夜は雲がかかり、天の川は見ることができませんでしたが、阿蘇市の伝統芸能神楽を堪能した観客からは惜しみない拍手が送られていました。この夜神楽公演は来年の3月まであと12回ほど行われる予定で、観劇は無料となっています。